はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4続きをプレイしていきたいと思います。まあ、中国プレイということで師団数を背景に日本軍に挑んでるんですけども、いかんせん日本軍の強さの前に師団数をもってしても押し込まれているという厳しい戦いが続いています。今回はその続きになるんですが、まあ、ちょっと残念ながらですね、有効なこの日本軍への対抗策が思いつかないので耐える戦いが続くんじゃないかなと思うんですけども、ぜひぜひお付き合いいただきたいと思います。支援火器2があと1週間ほどで完成しますね。これで防御突破が 5% ずつアップするのでね、焼け石に水と考えずにちょっとでも日本軍の進行速度を遅らせる、まあ、そういう目的でやっていきましょう。戦車がうまく機能してないのがちょっと本当にもったいないよな。充足率が 12%。 まあ、この充足率では戦車部隊もね、その思うような働きができていない、できないっていうのは分かるんだけど、なんかちょっと有効な手立てがないかな。まあ政治顧問入れる意味もあまりないですしね。うん、負傷したか。支援火器が入りましたね。ここでさあ、もうここからはちょっとでも本当に戦闘力が増すことをやっていかないといけない。でドクトリンの方はですね、順調にレベルを上げていて人民軍まで終わっています。師団の消耗がマイナス 10% で、今は歩兵構成、これ歩兵の回復率増援確率がアップするというものなんですけど、これはねこの後どんどん進めていければいいかなと思っています。で歩兵の装備周りのところなんですが、ここは1938年製のものは全て入れました。もう今支援火器2と改良型歩兵装備1を入れたんで1938年までは来ています。でこれ1939年まで進めても結局装備が行き渡っていない以上どうしようもないんですよね。で特殊部隊を入れる余裕も正直ないので、
そうなるとなんだろうな、有効な手立てとなると、生産量を増やして少しでも装備品が行き渡るように頑張りましょうか。日本軍はなかなか消耗してくれないよな。そしたらちょっと精鋭の歩兵部隊を引き抜くか、一部。充足率の割と高い精鋭の歩兵部隊を一部引き抜こう。これで強襲上陸をかけられたりすると目も当てられないっていうね。今空いてる司令官って誰かいるの？そもそもいないよね。司令官なしで4師団編成か。で、空いた師団のところには補充をしてあげましょう。次徴兵が終わったらで、彼らには何をしてもらうかというと、日本軍の後方かく乱をしてもらおう。いや待ってくれ、強襲上陸かけるにしても強襲上陸かけるための準備と制海権が必要だから無理だな。やっぱり正攻法で攻めるしかないんだよな。じゃあこれって必要あるっていう気もするんだけど、に本土応援軍の戦力も割かないといけない厳しい状態になってきてますね。
チェンジ。ただ北部はちょっと頑張ってくれ始めてはいるか。ちょっとずつね。そういう戦域を一つでも増やす、二つでも増やしていけば、事態が好転する時もいずれ来るだろうと信じて頑張りましょう。おっと、強襲上陸の音がしたぞ。どっからか攻められてないか。師団数を割いたことによって今強襲上陸かけられたら終わるからな。うわ、ここ穴開けられてるな。ちょっと待ってくださいね。どうしようかな。そうするとだ、まずは穴が開いたところの補充からしていきましょう。で、日本軍の強襲上陸ですね。これに備えなきゃいけないんだけど、どうしようかな。まあ間に合うかどうかっていうところだな、この11師団を派遣して。また穴開けられてるな。今度はここ？じゃあまず第一強襲砲兵隊、ここから戦線を引き直しましょう。
さあこれでもう一度戦線の整理だな。前線をとにかくこれ以上押し込まれないようには注意しないといけないですからね。さて日本軍の強襲上陸が始まってるね。ここにこれ合流されると厄介なので急いで向かってもらいましょう。11師団に。いや日本軍止められないな。本当に止められない。いや、南京まで迫られてるしね、もう。さてどうするかな。前線をちょっと引き直す。このまま日本にガンガン押し込まれていってるけど、ちょっと有効な対抗手段が本当に思い浮かばないな。どうするかな。ちょっと考えものですね。だけ部隊を集めてもどうにもならないからな。まあ確かにね、充足率とかが低いっていうのはあるんですけど、ここもただ師団数を増やすか充足率を高めるかはトレードオフになっちゃうんで、もちろん師団数も多くて充足率も高ければそれが一番いいんですけど、
いや、こんだけ効率化してもダメだったか。まだ諦めてはいませんけど、南京が落とされたらね、ちょっともう諦めようかなっていうところになるんですけどね。まだ頑張りましょう。ただ前線に投入できる兵力はもうこれ以上増やすことはできないので、もうどっかで思い切ってガッと交代するかだな。そうですね。ちょっとどこの戦線を見渡しても師団数では勝っているけれども押されているっていうね、日本軍の師団構成を見るとやっぱり多いんですよね。これを見ておくと、まあ砲兵が2師団、2師団っていうのかな、2中隊とかそんな感じ、それに対して砲兵が6から13の中隊、それに支援中隊が1、2と、さらに砲兵まで支援中隊で入ってるんで、これが1師団構成なんですよ。これが1師団構成なんで、日本軍の1師団が多分中国軍の4師団ぐらいの力を持ってると思うんですよね。ちなみにイタリアの方は、まあイタリアの方もでも5から8の歩兵中隊に2つの砲兵中隊、さらに砲兵が1中隊か。ちなみにドイツはどうなってる？ドイツも強いですね。ドイツと日本は似てますね、構成が。で、それに対してじゃあ我が中国軍の構成を見ておくと、まあこんなもんですからね。まあそりゃそうなるよな。ただ装備品が行き渡ることは今後一切ないと思うんだよね。補充でだって6万7000の銃が必要なわけでしょ。そんな無理だわっていう話だよね。1日に100銃しか作れないのに。レンドリースの要請でもしておく？そうしたら、まあレンドリースに応えてくれる国があるかというところなんですけど、じゃあ例えばソビエトに、歩兵装備レンドリースしてもらいましょうか。承諾しない。まあ、拒否するよね。さあ、ここも押し込まれるの時間の問題だな。そうすると、どうしようかな。まあ、本土防衛隊はこのまま本土防衛に当たってもらって、海岸の警備ですね。で、第1対日強襲歩兵隊の方は撤退線を引いて一度撤退しましょう。このままここで粘ってると上陸部隊と挟撃される恐れがあるんで、前線を下げてでもいいので、
絶対線を引いて、一度撤退させましょう。南京は絶対に守りたいんで、厳しいよね。おそらく日本軍の主力は南下させている部隊が主力なんで、南下している部隊を止められずにいるんですよね。となると蒙古国側に侵入して、蒙古国側から入り込み、日本の背後をつくっていう作戦もありっちゃありなんだけどな。ただここが突破できないでいますからね、未だに。たかだか日本の騎兵、歩兵、ここ見ると日本はいるのは騎兵が1、2、歩兵が3、これだけが突破できずにいるっていうのもなかなかひどいよな。まあ、一度撤退線引いて撤退しましょう。んで体勢を立て直すところからですかね。いや、なかなか本当に厳しい。まあちょっと僕みたいなね、素人プレイヤーだとこんな感じになっちゃうんですかね。200時段構想でもってしてもダメだったか。やっぱり装備を充実、装備品を充実させるとなると、まあ、要は充足率を高めるとなると、この半分以下の師団数になると思うんですね。でこの半分以下の師団数でこの広大な戦域をカバーできるかというと、日本軍間だとちょっと難しいんですよね。ただそっちの方が良かったのかなという気も、いやでもまだ諦めるには早いですからね。引き続き頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのアドバイスよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。